ケビン・ラッセル・シャッケル・フォードは、アメリカ合衆国のオスカロライナ州シャーロット出身の、プロ野球選手、ウト右ミギ横浜 DNA ベイスターズ所属。マーシャル大学在学時は、大学野球のマーシャル・サンダリング・ヘイドでプレーしていた。大学での最初の2シーズンは、保守としてプレーしていた。2010年の MLB ドラフト21巡目で、ミルウォーキー・ブルワーズから指名され、 6月17日に契約を結び、プロ入り。その年は、ルーキー級アリゾナリーグブルワーズで13試合に、当番し1勝2敗、防御率5.40だった。2011年は、ルーキープラス級のヘレノブルワーズで15試合に、当番3勝5敗、防御率4.15だった。2012年は、A 級ミッドウェストリーグのウィスコンシンティンバーラトラーズでプレーし、 ティンバーラトラーズはミッドウェストリーグで優勝した。2013年は A 級フロリダステートリーグのブレバードカウンティー。マナティーズと AA 級のハンツビルスターズでプレーした。オフにはアリゾナフォールリーグに派遣された。また、11月10日にメジャー契約を結び40人枠入りした。2014年7月17日にディフェとなった。 その年も A 級フローリダステートリーグのブレワード、カウンティ、マナティーズと AA 級のハンツビルスターズでプレーした。2014年9月10日に、ジョナサン・ブロックストンとのトレードで、バレット・アスティンと共にシンシナティレッツへ移籍した。2015年は、AA 級、サザンリーグのペンサコーラ・ブルー・ワ・フーズで35試合に、登板し2勝4敗、防御率3.72だった。 2016年11月7日に FA となった。11月21日にレッツとマイナー契約で再契約を結んだ。2017年6月27日にメジャー契約を結び、29日に MLB デビューを果たした。6月30日にオプションでマイナーに降格した。同年シーズンは26試合に登板指令奨励。はい、防御率4.70だった。 2018年は5試合に登板指令賞いっぱい、防御率7.88。その後、6月5日に FA となった。同月には、右ひいのトミー・ジョン手術を受けている。2019年、2020年シーズン中は、所属球団がなかった。2020年11月21日に横浜 DNA ベイスターズと育成選手契約を結んだ。背番号は049。 登録名9文字は埼玉西部ライオンズに所属するコーリー・スパンジェンバーグと並び歴代最長となる。同年の夏にアメリカにて入団テストを受けた上での育成契約だった。2021年4月23日にベイスターズと支配下登録を結び背番号は49となった。この契約は新型コロナ禍による育成外国人の支配下登録期限延長の 特例措置が適用される形となった。翌4月24日の阪神タイガース戦で7回裏に NPB 初登板を果たした。時速 150km 超、最速時速 156km のストレートと鋭く落ちるスライダーを投げる。愛称は、チャック、NPB、ありがとうございます。